皆さんこんにちは、三宅智子です。今日はですね、新潟にある宝生丸さんにやってきました。こちらでチャレンジメニューをやってるということで、こちらね、ちょっと見えてないんですが、じゃじゃっと、はい、海鮮チャレンジドン。見えてるかな。こちらは、15分以内食べると1万円、30分以内食べると5000円、30分以上だと3980円のお支払いということで、今日はね、ちょっと30分か15分か悩んだんですけど、まあ、ここはね、やっぱり1万円欲しいので、15分で行きたいと思います。ちょっと早食い自信ないんですが、頑張ります。三宅さん、海鮮苦手なのに大丈夫？いや、海鮮も、でもちょっと苦手なものもあるけど、あ、でも大丈夫。そんなに大量にそればっかり食べるわけじゃないから。私苦手なので抜いてくれました。すみません、ありがとうございます。はい、先に、ね、醤油かけていたことでも先にね、ちょっとこのわさびはこれ大量なんでね、全部いらないです。言ったら僕も、もう三宅さん酔っ払ってる。え、言ったら酔っ払ってる。そのタオルで、そう、なんかその滑り方されて酔っ払ってるのかな。もう宴会王子みたいになってる。言ったら僕は最初に大御所君なの三宅さんですから。あざす、圧倒的に今キュキュしてました。準備が OK のようでカウントダウンを。15分コーススタートしたいと思います。よろしいでしょうか。はいはい、よーいスタート。1分15秒経過です。
てる感じで全然タイプが違います、食べ方の。そして恐ろしいまで三宅さんガチです。僕、ぶっちゃけ初めて見た感じで、ここまでのこの集中の仕方。いや、本当に私ギリギリだから、今最初にね、あの余裕を持たないと。あ、なるほどなるほど、真剣に伺っております。
ってる減ってる減ってるわ。うわ急に追い込んできた。こっちすごい追い込んだ。でもあれなんだね、ちらちら隣を見ながら食べるんだね。よし、あと一口。